大雨から3日目となり、詳しい被害状況が分かってきています。吉村知事は、今日午後に被災地を視察し、被害の把握に努めるとしています。小国町に向かう国道113号線ですが、道路が陥没しているのがわかります。小国町は国道113号が土砂崩れや道路の崩落で通行止めとなったほか、 JR 米坂線の鉄橋が崩壊して一時十四地区が孤立しました。昨日午後五時過ぎに国道百十三号の通行止めが一部解除され孤立状態は解消されています。こちらは米沢市と福島県北方を結ぶ国道百二十一号です。上空から見てみると複数の崩落が確認できました。 現在は全面通行止めとなっていて、復旧がいつになるのかわからない状況です。県は午前10時から対策本部会議を開き、これまでに分かっている被害を報告しました。それによりますと、大雨による浸水被害は、重か非重かを合わせて、少なくとも9つの市と町の125棟に上るということです。こうした状況を受けて、吉村知事は、 今日午後に飯豊町と川西町を視察し対策を検討するとしています。